小田茂10月22日隊は、日本の法学者、弁護士。君等は、随法大受賞。学位は、ドクトル・オブ・ザ・サイエンス・オブ・ロー、法学博士。東北大学名誉教授、日本学士院会員、文化功労者。東北大学法学部教授、国際司法裁判所判事、国際司法裁判所副所長などを歴任した。 北海道札幌市出身の国際法や解法を専攻する法学者である。イエール大学法科大学院にて1953年にドクトル・オブ・ザ・サイエンス・オブ・ローを取得し、博士論文、海洋資源の国際的規制により1962年に東北大学から法学博士を授与された。東北大学で教鞭を取った後、 1976年2月6日から2003年2月5日まで3期27年間に、渡り、国際司法裁判所の判事を務め、副所長にも就任した。後に、東北大学より名誉教授の称号が贈られた。文化功労者として検証され、日本学士委員会員にも選任された。文化勲章や、随法大受章も受賞している。北海道札幌市生まれ、 10歳から台湾、台北市で育つ、海洋法を特に専門とした。今となっては常識となったシェアードリソーシズ理論は当時は革新的なものであった。初めて国際司法裁判所に登場したのは、1968年の北海大陸法事件における西ドイツの弁護人としてである。第3次国連海洋法会議には、 日本代表団のメンバーとして活動する。ICJ 判事には、東北大学教授時代に登用された。学者出身の裁判官である。27年という任用期間は、常設国際司法裁判所以来からも、史上最長記録である。ICJ の裁判所所長への機会もあったが、本人は一裁判官として、ずっと任務を続けるという意思で、これを断ったという。 判決に付随する個別意見、反対意見を多数書いた。本人は、これは、他の裁判官を説得できなかった自分の未熟さゆえんであると解雇している。父は、医学者で、台北帝国大学教授を務めた、織田敏郎。母方の祖父は、台湾の医学教育に尽くした、堀内嗣夫。X 線天文学者の織田実るは2位。ありがとうございます。